お金あるでしょ。591あります。うお、めっちゃいいじゃん。え、超楽しいんだけどその今まで今日1回目、今日1回目みたいな。あ、なるほどね。引き継ぎがあるから。そう、今までもうゼロからだったじゃん、いつも。確かに全然面白くなかったもん、なんか正直全然面白くなかったんだ。そう、なんかあんな頑張って、あんな頑張ってたのに毎回0円で始まるんだもん。課金星がね、550円とかなんでしょ、課金星。そうっすね。ただ一番高いのが700円ぐらい。はい、行きてー。行きたいけど、ちょっと装備を整えましょうよ、結局。だから結局だから一番最初はまた普通。いや、俺もそうだと思うよ。ファームね、ファーム。ああ、ファーム、ファームでね。ファームでね。うん、それはやっぱしないと。プロライン。何日間、何日間ファーム見せられてんだ、これ、視聴者。いや、そうなのよ。プロライン。一発目のディジタルカンパニーと一緒なのよ、やってることが。プロライト2つ、とりあえず、買って。買って。あ、じゃあ、ちょっと、すいません。物品担当の藤さん。やりましょうか。やりましょうか。私がやりましょうか。やっぱ、そうですね。だからこの3日間ちゃんと成功させることが、そうだね。意味合いはちょっと変わってくるかもしれないですね、今までのファームとは。全然、うん。プロライト中か。プロライト町だな。ここさ、帰るときなんかいっぱい敵湧いてんじゃん。確かに。そうね。どこだろう。どこに湧くんだっけ。この下とかだっけ。バックじゃねえや。届く。届くのどこだろうね。まあ、ここいりゃ分かる。ここだって気がする。遅いんだよ。あ、なんか曲聞こえる。え、もう。え、何の曲？あ、左奥にあれがありますね。あの蜂のやつ。あれ誰だ？これなんだよ。もう一個あるよ、もう一個あるよ。ありますよ。はい。当たり外れ。行きましょうか。はい。進むぞー。左に蜂の。8ボールね。8玉はまあとりあえずあとだな。余裕あったから。そうですね、あれ一人生贄が必要なんで。あっぱれ。何、下のか。下の音じゃねえか。広いな。でも何もない。なんかある。うわ、こっちにもあんな。あ、俺パンパン。もうどうしよう、こんな。正直もう帰っていいんじゃない、もうパンパンなら。小池役、帰って。小池、小池、何、小池、あの、はいはい、パイパンパン。あ、俺はね、外にね、ちょいちょい置いてきてるんで。あ、もう赤いの何すか。あれ、あれ、上にあれがある、あの、落ちるやつがあるから。ああ、小池、こっちに拾えるのあるよ。あ、あ、そうそうそう。これもパンパン。これもパンパンなら、ちょっと一回イースタエッグ。あ、もう藤井さん帰ってるわ。いや、帰ろうぜ。もうどうっすね。ここで深追い、深追い。そっち気をつけて、天井にある。深追いして、深追いして、いつもそうね、死んでますよ。大惨事ですよね、あなたたち。あなたたちはいつもここで。結構俺と小池さんは堅実な方だと思うけど。いや、僕もそう思ってますね。うん、無茶するのが結構先輩ですけど。ちょっと生存率出してほしいわ。だる。編集だる。あれ、まあ、これ。あれ、入り口に連れてって俺らを。ああ、はいはい。こっちです。あと見てないとこあんのかな。富士さん外にあ、あー、虫いるな。やばい、うわ、落ちてきた。やばい、行くわ。え、それ知らない。うわー、うわー、あー、助けて。だいだいだい、待て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 、だい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 だ、助けて。開いた。俺持ってる。殺される殺される。俺持ってるからね。逃げて逃げて逃げて、持ってきてね。みんなね、逃げろ逃げるよ。大丈夫、意外とそいつなんか、あの、なんか、こづいてくるだけだから。あー、来てる。ちょっとヤンキーみたいな。地元のヤンキーぐらいな感じ。あー、痛い。それ、痛い、意外と痛いから。ヒロチ、あ、痛い痛い痛い、よく来れたな。あー、よかったー。よっしゃ
これさ、イースターエッグさ、怖い。痛い。だからさ、イースターエッグはダメって言ったじゃん。いや、イースターエッグしょうがないじゃん。いやおっかおさえここにさ、ここにおっくできないの。俺はこれさ、しかも小池置くよ。うん、置いてみ、あの、ここに置くよ、置くよ。うん、いいで、うん、そうだ、そうだ。あ、俺も置くよ。いや、でも、ピキュッてなってるから、血が、血がすごいよ、ほら、見て。俺、腹綿ぶちそうなんだけど。これもう帰るね。この女、帰っていいのかな。これで300円ぐらいなって。帰りましょう、帰りましょう。帰っていい、帰ろう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 。これ以上夜になったら俺きついと思う。出るよ。一回帰ってこないで。もう行くよ。はーい。揃ってる人数。なる、いるよ、大丈夫だよ。大丈夫大丈夫。人数確認大事だからさ。あー、でも、すごい速かったな。いや、いい速度だよ。なんか、いいだろ、もう。終点いいぞ、ね、ライト消せよ、ライト消せ。ちょっと気持ちいいもんだから、ね、ちょっと気持ちいいもんだから、わかるわかるわかる。ああ、ちょっと気持ちいい。その怖さわかるけど、でも全然半分も持ってきてない。めちゃくちゃ広かったもん。全然いいよ。事件始まる前に終わる感じ。確かに 100%。 いやでもやっぱプロライトすごいわ。プロライトやばいっすね、うん、全然消えないもんね。うわっ、8玉ある、8玉どこにある、先。あ、ほんとだ、右下にある。これ最後やってもいいかもしれないですね。最後やるか。あれ、人一人復活させるのにいくらか、70円でしたっけ。いや、なんかそれもね、所持金によるんだよ、確か。あ、そうなんだ。パーセンテージ的なことか。あの8のやつもね、一人生き人に捧げてプラスどんぐらい出んのかって話なんですよね。裏道一人行こうよ。じゃあ、あの人に行くか。うん、いや、非常口、もう一人、非常口から行こうよ。そういうことか。2-2ってことね。2-2行きましょう。さあ、行きましょう。あ、ドリルみたいなの出た。で、あ、またポールズ。あー、ネジか。ネジ2つと、あの、ポリッポリッ。あ、ないっすね、なんも。道はまだあったよね。あ、道ありました。え、あー、芋虫いたわな。顔に巻きつくやつ。巻きつくやつどうします。いや、もう罪です。あ、ここ地雷。あの、か、顔巻きつくやついるから気をつけて。え、もう荷物パンパンなんだけど、持ってる。なんかうわっ、うわ、やばいやばいやばい、虫いる虫いる。これどうすんのこれ。逃げよ逃げよ逃げよ。うわー、ここで巻こう。え、負けなくない。ああ、巻いた。戻ったけど、あいつ、あ、天井にくっつくんだよ、多分。あ、天井くっついてる、ほら。あ、天井にいるんだ、あいつ。ね、そっち入り口。いや、違います。こっち。そう、真下通らなかったら大丈夫なんじゃない。こっち入り口だって、こういう。そっちか。キモすぎ。あ、大丈夫。オッケーオッケー。これでももう、そいつ一生飛べない。閉めちゃえ。ナイス。どっちだろう、入り口。こっちかな。あ、入り口、そこっち、こっち、こっち。このジャンプした先。うわ、ジャンプ、結局ジャンプ挟むか。結構むずいよ、ここは。大丈夫でしょ。おお、ナイス。まあ、もういい、もうね。危ねえ。もう大丈夫。ナイス。ナイス。よう言う。これ、あの、押し合い判定あったんですよ。ああ、瓶もあるね。あ、瓶は持ってきた。こんなもんかな。そうだね。うん、まあ物資自体はそんなにないだろうから。まあ、あと8玉ね。8玉いくか。8玉を、ちょっと犠牲者なしで取りたいですよね。あ、痛い痛い痛い。え？痛い痛い痛い。これ、触んないダメじゃない？襲われないの？あ、来た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 。あ、俺だ。ナイスナイス。でかい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 。行くぞ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 。中入って閉める。おお、おい、ナイス。出発行こう。これいくらなの。157円。
高っ。あ、1個でいくつ？え、ハリュー、あ、83円じゃない？あ、83円。あ、でも高い高い高い。だってさっきと同じぐらい稼いだ。マジ？きたきたきた。うえー、あ、そんなことない。あ、グレード S ね、オーバーしちゃってる。はい。うわ、ちょっとむずい星来てるじゃん。ここね。チン。あれ。ダマで。どっちだっけこれ。ここね、あの見たから。全然難しくないところだね。ここでもここの上に俺らのヘルメット立ってるよ。ここに。下水だ。本当だ。いや水か。さあラストですよ。右側美味しそうだぞこれ。誰右側美味しそう。死んでないよ初めてじゃん。バカで。イエーイ。なかった？アヒル。アヒル来た。アヒルなんか高かった気する。アヒルちょうだい。もう持っていくわ。もうパンパンだ。よしよしよし。安全な安全な道をたどってます。あいつらはあの建物にいる分危険な時間が長い。俺は荷物運ぶってこう親切な感じ出して安全な方進む。なんかビジビリティの音はしてるのにな。あー昆虫いますね。昆虫系モンス。昆虫系？はい。あのカッパライムシですね。あーパライムシはでも何もしなきゃ別に飛ばなかった、まあね、飛ばなかったら攻撃できないもんね、あいつ。あ、後ろいる。うわ、飛んでる飛んでる飛んでる。なんで？あ、こちら。やばいやばいやばい。もう無視します。もしもう俺、もう俺死んだ。無視します。閉めて。開けてきたわ。開けてくんのかい。ごめん、藤田死ぬかも。いや、あの逃げろ。開いて。こちら。大丈夫？こちら。ああ死んだ。絶対死んだ俺。お、もう3つ。あ、もう3つ溜まった。いや、もう体力真っ赤だから、あのせめて持ってるものを戻す。なんだいつ。なんだあいつ。体力あれぜもうパンパンなん。いやぜあれ待って、なんかおかしい、おかしいことが起きてます。全然おかしいことが起きてます。なんか荷物持てないやつらが往復してます。怪しいわ、絶対なんか隠してる。ちょ体力赤いんだよな、どうしようかなって。あ、兄さん帰ってきた。怪しかったんだよな、なんかお前ら。え、何がすか。え、いや、最初にフージとすれ違って、はい、うん、あれどうした、もう荷物パンパンって言ったら、いや、体力が赤くてって言って、はい、もうちょっと住んでヒロチンとすれ違って、ヒロチン、あれもう荷物パンパンなのって言ったら、いやって言ってすれ、なんかすれ違ったじゃん。何の音いたん。やばいかも。いやもう、いや俺は小池と一緒にもう襲われちゃったのよ。あ、ちなみに小池は死んでるね。え、ね、みんな外出て。ああ、絶対やばい、こいつやばい。藤井さん、藤井さん、あ、今俺今捕まれやばいのいた。そうです。何いた。巨人だった。神様、神様みたいなやついました。あのデイダラボッチいたわ。デイダラボッチ、いけないじゃん。一回見とく。あ、でかっ。森のあれじゃん、守り神じゃない。あ、じゃあ大丈夫。いやダメだろ。でもこれこの寄ってき方、その友達の友達の、うわ、なんかホラーゲームみたいなやつ入ってる。何が。こいつの能力かも。怖くする。やば、怖い感じ出す。でも何もしてこないね。
ガンツで、ガンツで出てきそう。あー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 なんでだよ、なんであいつなんでお前も食われる。違う、早かった、2杯目が2杯目が早かったのよ、こいつ丸飲みされた。あれは森の賢者さ、脳を狂わせてくるんだよ、なんか。いや、俺死、危ねえ危ねえ、これ、ダメ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 。よく気づいた。全部なくなんだよな、これ。よく気づいた。ナイスナイスナイス。少ね。少ね。うーよしよしよし、危ない危ない、ナイス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 。324円取られました。おい、ブルすんな、おい、すぐもう俺もう動か、動かしてもないのにブーしてる、ブーしてんのよ。をかき消す、ブー出すの。売りにくい日だからね。はい、これ死んじゃダメだね、これ。あの、死んだら所持金の一人につき多分 20% ぐらい持っていかれてる。早い。これなんで、これも、ああ来た来た、なんでランダム、なんかあんのかな、これも。どうなんだろう、こうするみたいな。ブッペッ、494、まだまだあるよ、まだだよ。いやでもこれはもう8ですからね。なんで上にいたの、おい、なんか どうなってんだろうなと思って。ブッピッ、え、いくら、あぶねえ、おー、700円しか稼いでた。まあ700いくら、あなたたちが死んだから300は。でも1038円ですよ今。え、やばやば、所持金もういけるやん、行こうよ。てかこれ、こないだ小池さんが落ちた時にここの下に階段があることに気づいたんですよね。え、どこ関係、あ、落ちちゃった。え、は、ここの下に階段あるんですよ。ど、あ、前どこに生きてるのか。僕下です。上がってこれなくる場所なんじゃないの。物ある、物ある、サウンドビハインドザウォール。あ、ここから戻れるんだ。このへじはしごから行けるよ。なんか新聞紙みたいなのがありましたね。あ、なんかそれで新しい星行けるようになったかも。え、マジマジ、なんか他下探検するとこなかったの。あの、行き止まりのところに新聞紙がありましたね。いや、星は増えてないな、星は増えてないな。別に増えてない。ショップとかになんか増えてないですか。あ、見てみるか。あれ、シップアップグレードってのもある。え、何、どういうことだ。あ、テレポーターとかタレットとか、ラウドホーンがあるからでかい音でこう遠ざけるはあるかも。え、それ必須じゃない。あと一応バニースーツもあるけど、いらないでしょバニースーツ。でも一人いたらテンション上がるな。バニースーツ、ジャックオーランタン、ハザードスーツがあるけど、ハザードスーツが一番実用性ないな多分。なんで、ね、あんまり面白くない、あんま面白くない、おい、うん、面白くないだけで実用性はあんだろ。ハザードスーツ、まあでもちょっと金は貯まったからね、これで行くか。じゃあ高いところ行こうぜ。